はい、どうも皆さん、ケジオです。天神やっていきます。ということで、前回は39日目やっていって、確か放課後やったかな、主なやつ。あの雨が降ってきたから神社で雨宿りしてたら、まあ、あいついさんが壊れたっていうかね、まあ、なんか一人でになんか勝手にやりだして、で止めなさいよっつってなんか殴られて、なんでやねんみたいなようわからんやつやったんやけど、今日はとりあえず会話しかできひんくて、ほんで39日目40日目で夕方2つ使ってこれ見たかったんやけど、どっちしか見れへんな、これどっちかしか。なんで今日とりあえず、まあと残ってるイベントがこれ明日のやつだけなんで、多分これ明日になったら出るんで、今日はとりあえず放課後まで飛ばさせていただいて、でデートしよう。うん、それでやろう。よし、ここ大事やぞ。はい、大丈夫と。で、何やったっけ、3ターン目にミドルにしておきたいから、ここ当てたいんやけど、これ多分これなんよな。うわー、これしんどいぞ。あー、やべ、積んだかも。あー、でもよっ、ターン4で当てればええんか、一応。いやー、ちょっとどうや。え、待って、下げ上げていけるんか。え、下げ、あー、下げ上げていけるけど、何が入るか全く分からんから下げ上げか。どうしよう。それかもう普通に狙っていくか。いや、でも1ターン目絶対これさ、エッチなんよ、もう確定で。うん、これでも会話終わったらもう元も子もないから、下げるしかないんよな。で、はい、下げで、ここでも下げやなあかん。はい、下げ、次上げる。あー、でも、そっか、これ何、恋愛やろ。いや、多分娯楽入ってんちゃうかな。意外とあいじいさん娯楽の話多かったから、ちょ、娯楽でいこう。うわ、そこか。あれ、じゃあおしゃれか食べ物ってことか。あいじいさんの今一番欲しいものって何？欲しいものか、時間とかいいぞ。特にないかな。ないんか。へえ、欲がないんだね。ううん、欲しがったところで今は手に入らないものが欲しいってこと。そんなに深く考えることじゃないわ。そっか。まあ、なんかそういうものじゃないんかな、欲しがってんのは。なんか将来的なことを見据えてみたいなね、考えてそうやから。でこれでアタックいけるな。よし、オッケー、トリマーオッケー。で、今回は、もしよかったら今日も駅前に行ってみない？別に構わないけど。またメロンパン食わされんぞ、お前。やった。はいはい、喜ぶのは後でいいでしょ。ああ、うん、カバン持ってこないとね。そうだね。よしよし。
メロンパンの車、今日も来てるかしら。やばいぞ。はは。あの味、嫌いじゃないのよね。ま、味はいいんやけど、気に入ったんだ。嫌いじゃないって言ったんだけど。ああ、普通ってこと。だってあやついさんがそういう時は意外と気に入ってることが多いから、うん、おお、なるほど。やっぱり気に入ってるんだろうな。純一くんのいじり込みなんじゃ。あれができるからっていう。あちょっと待ってよあやついさん、どうして走るの。パッとメロンパン持ってくんのやめろ。で、やっぱりこうなるんだ。はい、あーん。もうええて。僕、自分で食べます。そんな他人行儀でいいんだ。他人ですし。いや、だって。両手が塞がってるあなたへの気遣いは迷惑に取られるんだ。龍一くん、はっきり言った方がいいぞ、こういう時は。メロンパンに殺されかけてるんやで、君。そうじゃなくて、あなたにとっておじさんのサービスは紙袋いっぱいの余計なお世話になるんだ。でもそれは実際そうちゃう。あやついさんからこうやって食べ出してもらうんは非常に素晴らしいことなんやけど、おじさんのサービスは純一くんからしたらもう余計なお世話やろ。あやついさんに食べさせてもらうのは別に1個とか2個でええわけやで。さらにはそれを理由にして私の気持ちを踏みにじるんだ。まあ、それはちょっと気が引けるかな。いけ純一くん、食え、もう。あーん。今日はそんな詰め込んでこやんかも。知りやんから、普通に食わしてくれるかもよ。詰め込んできた。やっぱりこうなるのか。ワンちゃん死ぬぞ、ほんまに。いろんな意味で美味しいけど、辛い。まあ、いや、もう一回行きたかったな、これ。もう終わりやんな、多分。夜寝たらあれ消えるんで。まあ寝てみるか。はい、消えやんでええやん、別に。見さしてや。おやすみ。なるほど、決意表明みたいなやつか。おはようございます、行ってきます。あれは確か放課後の強制イベントやから、まあほっといて、これが休み2やから、今日は風が強いな、こういう日は何かが、はい、もう分かった、はい。あったあった、これ。こんな最後の方やったっけ、イベント。ああ、そうか。今日は一段と風が強いな。寒い。さっさと教室に戻ろう。カメラ構えとけ。カメラを構えろ。よいしょー。ああ、いいですね。ああ、素晴らしい。これは素晴らしいですね。はい、表情がいいですね。よし、ナイス、よくやった。もう、何よ。まあ、誰も。ジュシ君、今なら。もう遅い。終わりました。見てるのよね、こういう時に限って。しかも純一くんが見てるっていうね。いや、
あなたもついてないわね。何か言い残すことはあるかしら。手帳と、あ、でもまあそっか、手帳とパンツか、まあしゃあないか、あ、逃げよう。それちょっとどんなんやったかっていうのを、うん、ちょっともう多分これで純一君とはお別れになるかもしれんから、そこの感想だけちょっと教えてもらっていい？ああ、はい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 、開き直ろう。うん、満足です、ありがとうございました。さあ、一思いにやってください。それなら手加減はいらないわね。ああいや、ほら、まだ。せーの、どすこーい。あ、反省なさい。うぐぐ。いや、やっぱり素直に謝ればよかったかな。どっちもどっちだと思うけどな。え、失敗これ。まあ別にどっちでもいいやろ、こんなもん。え、どっちでもいいやろ。後で見て、後で見て面白そうやったら後ろにくっつけとくか。多分そんな変わらんと思うけどな。でもこれも見たことあるやつやし、はい、明日は頑張るぞということで。よし。いやー、そっか、もうあやついさんも終わりか。もうこれラストやもんな。ということで、今回はここまでですかね。いやー、まあまあまあ、ラストということで、うん、ラストにまあ、ええもん見れたな。別の意味でもええもん見れたし。っていうことで、まあ、メロンパン食わされたのと、まあ、神風が吹いて、うん、まあ、ほぼ死にかけたけど、まあ、ええもん見れましたということで。もう次回は、もうあやつじさん編も、うん、もうエンディング入ると思うので、いや、楽しんで、楽しんでというか、まあ、楽しみですね。うん、エンディングどうなるか、お楽しみに。ということで、一応、戻ってきたんやけど、多分これがくっついてるってことは面白かったってことなんで、うん。まあ、見ていこうかな。まあ、謝ろう。その、ごめん。不可抗力とはいえ、あやついさんの何色だった？教えて。白です。いや、もうこれだけで入れる価値あるわ。ああ、よかったな。正解、やったぜ。やっぱあやついさんは、なんやろ、こうやって、なんてやろ、素は黒いけど、身につけるものは純白なんやなっていう。気持ち悪いこと言ってしまったな。正解者に罰は与えられないわ。マジか。どういうこと？正解者に罰、意味がわからんねやけど。じゃあ、あなたならいいわ、別に。さっきと全然違う。いい、その代わり他の人にいたらひどい目に遭わせるわよ。さすがに人のパンツの色を言いふらさんやろ、そんな。小学生じゃねえんやから。はい。うん、そういう時だけはいい返事なんだから。どうやら助かったみたいだな。素直に謝っておいてよかったよ。お前開き直って満足でしたとか言うやつおるからな。うん。これ見といてよかったな。ああ、まあ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 。いいおまけといえばいいおまけ、うん、かな。はい、ということで、おまけでした。